ドナルド・ハワード・サットンは、アメリカ合衆国、アラバマ・シュー・バーバー軍、クリオ出身の元プロ野球選手、ウトウ・ミギウチ。現在は、テレビラジオのスポーツキャスター。ニックネームは、ブラックデッカー。息子、ダロン・サットンは、アリゾナダイヤモンドバックス専属のブロードキャスターである。1964年にロサンゼルス・ドジャースと契約。1966年にメジャーに昇格し、4月14日に、 メジャーデビュー、この年22勝を挙げ、以後、1983年まで18年連続10勝、以上の活躍を見せる。1988年まで現役を続け、通算324勝、756先発、5282、1、3イニング、3574奪三振、58、カンなどの偉大な記録を残した。一時期シカゴカブスに弱く、 カブス戦に限って13連敗を喫したこともあるが、これは一人の投手による特定チームの連敗の MLB 記録である。また、史上唯一シーズン200イニングを20回記録した投手であり、仮に1981年にストライキがなければ21年連続で達成していた可能性が高い。シーズン20勝を挙げたのは1976年のみで、そのためか、 サイヤング賞とは縁がなかった。ただし、通算324賞は1920年以後の右腕投手としては当時歴代最多だった。他にもドジャースの投手としての球団記録歴代1位として550、登板、533先発、3814イニング、233賞、2696奪三振、52完封などを保持している。 ナショナルズ解説者当時現役引退の翌1989年からアトランタブレーブスのテレビ中継解説アナウンサーを2006年まで務め2007年から2008年までの2年間はワシントンナショナルズで解説者及び実況アナウンサーを務めた2009年からは再びブレーブスのラジオ中継の解説者を務めている他にもゴルフなどのリポーターとしても活動している サットンのドジャース在籍時の背番号20、ロサンゼルスドジャースの永久欠番に1998年、指定、資格者年度である1994年から電動入りできるか注目されたが、僅差での落選が続いた。そして1998年にアメリカ野球電動の投票で81.6%の票を集め、電動入りを果たす。これを記念して、フルスドジャースは、 同年8月14日、サットンの在籍時の背番号20を永久欠番に指定した。ブレーブスでは現役時代に選手として在籍していなかったが、地元局の顔として定着し、2015年にはブレーブス球団伝道入りを果たした。2007年9月11日、ドジャースの本拠地、ドジャーススタジアムで行われたサンディエゴパドレス戦の試合前の始球式を務めた。 これは30年前の8月28日にドン・ドライス・デールの持つ球団記録の187章を抜いたことを記念としたものであった。ありがとうございます。